2021年8月9日月曜日です。今日は私の1994年式ベンツ W124 のビデオを撮りたいと思います。このベンツ買った動機ですけども、タイのその知人が2年ぐらい前でしたかね、このベンツ W124 の E220 という車を買いました。何でも何年も使わずにいた車を、ディーラーが下取りして、その車を買ったそうです。走行距離が7万ぐらいしか走ってなくて、ものすごく程度が良くてですね、でそのタイ人の彼が私に紹介、その車を見せてくれました。うん、走っても見ましたが、E220 でそうパワーはありませんでしたけども、まあ滑らかに走ってですね、これがベンツか、何しろその人生で初めて乗ったベンツなので、これがベンツかと感激した次第です。これがきっかけで、私もベンツ、値段がですね13万か15万バーツぐらいだったと思うんですけど、17万でしたかね、17万バーツでした。55万ぐらいなので、まあそういうことなら私もいい車があったら欲しいなぁと思い始めました。ちなみにタイではですね、この方のベンツはまだたくさん走っていて、部品はどうかと聞いたら、部品はですね全然問題ないとのことです。それまで古い車に特に興味はなかったんですけど、まあ部品もあるし、もともとこのベンツは好きだったこともありまして、じゃあ探してみようかなということになってですね、探し始めました。それで、何台か車を見に来ましたけども、もちろんそのタイ人の彼が買ったように、7万キロしか乗ってないような車はあるはずもなくって、20万キロぐらい走ってる車が、以上走ってる車がほとんどで、見に行っても、まあ、それなりに時代が経ってるなという車ばかりでした。この車は、バンコクの近くの、個人が売りに出した車で、見に行きまして、下回りをチェックしたりしたんですけど、特にオイル漏れもないし、錆もないし、塗装の状態もいいかなということで、購入することにしました。
私が買った値段は16万5千バーツです。塗装も綺麗で、あまり手を入れる必要ないかなと思ったんですけど、まあその辺はおいおいですね。外観は買ってからラジエーターグリルを新品にしました。あと、このゴムですね、ゴムも新しくしました。アンテナですね、アンテナのゴムも新しくしました。あとホイールがですね、その対人の彼が一旦これを買ったベンツにつけてたんですけど気に入らないということで、譲ってやるということで譲ってもらいました。17インチのホイールです。ただし、まあパッと見には分かりませんけど白錆が出ています。あとですね、その塗装はパッと目良かったんですけど、ちょっとルーフにブツブツが出てて、もしかしてそのサビが内側から出てるんではないかなということもあってですね、まあジェント塗装するかということにしてジェント塗装しました。その時に本来はツートンの下側の色もその車体色に合わせてモノトーンにしました。外観は以上です。次、室内です。エンジンは快調に一発でかかります。メーターの走行距離は96,945 ですけど、これは手になりません。ちょっと埃っぽいですけど、コンソール環境は、まあ、少し、傷があるように見えると思いますけど、面識そうですね。オーディオはパイオニアをつけました。携帯をで取り付けるタイプです。バックカメラをつけたんですけど、ちょっと小さくて昼間は見にくいのでどうしようかなと今思っています。このリアルカメラはフィルム鑑定も特に異常はありません。
イートも、買った時のものです。一度その補修してありますね。ドアの透明環境も綺麗に買った時のものです。リアシートも同様です。エンジンルームです。はい、エンジンルームです。買った時はですね、このカバーが6本のビスで止まってるんですけど、ほとんどのビスがもうメネジが壊れて、カバーが1本で止まってました。買ってすぐに、まあ、そのこの部品を取り外してメネジのタップを立てて付けたんですけど、その時にヘッドカバー とそのこの真ん中のシルバーのカバーを塗装しましたけど、ちょっと1年半ほど経って塗装が、まあ、熱でやられてます。バッテリーは最近交換しました。アクセルケーブルも交換しました。フォームも新しくしました。エンジンで修理したところが、まあ、エアコンですね。エアコンのコンプレッサーとプーリーが、ダメになって交換したのと、あとはバーステのホースが、ホースに穴が開いてオイルが漏れて交換したのと、まあ、問題はオイル漏れですね。オイル漏れを、まあ、一度シール関係を全部新しくして、だいぶ良くなったんですけど、まだ止まらないので、2回目にクランクのシリンダーブロックの横 の金属のキャップで止まってるところから漏れてるというところで、一度エンジンを下ろしてそのキャップのオイルシールを交換しました。あと細々としたところも結構、例えばヘッドランプのカバーが なかったとか、こういうものが片方なかったとか、そういうのも補修しました。先ほど言い忘れましたが、センターのエアアウトレットも最近交換しました。外側はなんかまだ問題なさそうなんですけど、メカニックは交換した方がいいよということで部品を待ってます。トランクです。あ、ゴルフバッグが入ってますけども、一応これは綺麗にしてあったので特に何もしてません。